ははい皆さんんこにち倉です今回ですね「ブラック・アレックス」このブルーレイ第3弾にふさわしいなんと当時から一度もですねやったことのない岡本二郎さんとの対談私とても今までこんな緊張したことがあるだろうかっていうぐらい隣で笑ってますけど緊張してます。だけどですね えー、初めて、えー、岡本さんとの対談、えー、これからどんなふうな、えー、話が出てくるのか僕自身も楽しみにしていますみんなも楽しみにしていてください初めまして <laughs>、えー、ブラック役やりましたアレックスもやりました岡本二郎です、えー、今日は倉っ、えー、ちゃんと、えー、いろんな話を、えー、していきたいと思っています、まあ、どんな思い出が出るか楽しみですじゃあよろしくお願いします いいじゃないですか。何が？いいじゃないですか。ちゃんと言えたじゃないですか。いやちょっと震えてた。緊張してんだよ。<laughs> ええそうですね。えー、岡本次郎さんと初めてお会いしたのは、えー、もう何世二十七年前で遠い記憶なんですが、<laughs> えー、多分ですね。えー、僕が、えー、ジャパンアクションクラブの稽古場に行ってまず。 軽いアクションの練習とあと変身ポーズの練習をしたときに次、えー、郎さんとお会いしたのが僕は初めてだなと思うんだけど、うん、どう次郎さん<や>そ,その時っそのことあったっけあれなかったその時は会わなかった<習>それともあれ<ん>東映本社の上で<俺><ら>公演は後だっけ公演に来たっけ撮影会もちろんあの時はもう新宿初めてじゃなかったんだっけ どっち、ね、どっちが初めて？どっちが初めて？俺ね、うん、まあ練習そんなに出た覚えがないんだよね。あ、そう、うん。で、倉田君はやっぱほら初めてだから、いろんな基本をやってから。うん、じゃあその時が初めてだったのかな。ね、第一印象っていうか自分のことで手低敗な時があった、ねね、当時はね、うん、お互いもちろんもちろんそうです。うん、だけどね、僕はねその時きね次郎さんもう本当ごめんなさいどこで今もこんな感じになっちゃったんで <laughs> どこでお会いしたかっていうのがもうお互い。 もう記憶からないぐらい当時は緊張してたんですけど、うん、だけど岡本さんを最初見たときにその…背格好とかですねえ体型えすごいかっこいいもしかしたらちょうど胸とか甲冑も大きいしでちょっと僕は足が太いっていうのもちょうどこうスタイルがうまくあったんだスーツとあの時、うん。 だってヒーローが足細かったら似合わないじゃないやっぱりもう次郎さんがそれもバッチリだってあのエンディングの歩くシーンなんて伝説になってるいやあれはねだけどあれは、ねまあ、まあ金田さんのおかげだけど、うんうん、じゃ次郎さんどうですか僕と一番最初お第一印象なんか僕はいや変わらないよね<う>だけどね若い子最初と何がいつがあのカッコよさっていうかえいつが変わらないの、まま、今も嘘だいや変わらないよだっい本当に体型も変わらないじゃん 体重変わってなないでしょそんなに、うん、まあそうですねあんまり変わってないですけどね、うん、まあね見たいあのほらイケメンだからやっぱりも、ね、う <laughs> 最初の「ありがとう二郎さんだけそうい、うん、いやいやいやかっこよかったよ <laughs>、うん、お互い初めてだからそ<う>多分自分のことで手一杯なとこもあるわけですよやっぱりで倉田くんは倉田くんで初めてだしやっぱりうん多分緊張したりお互いに緊張したり。 その1年間をねどうして作っていくかっていうのがちょっとこう自分が不安だったの俺は、うん、だって今までさ仮面ライダーって仮面ライダーの歴史ってさ大野会さんでしょそ,う、ね、それが初めてジャックになったわけじゃないですかですだから金田さん以下もちろん二郎さんも僕もあのなんか新しいライダーをまたここから作っていくっていうような感じがあったから、ねうん、みんなそのまず仮面ライダー復活っていうのでその絶対に。 ヒットさせなきゃいけないっていう意気込みがねありましたよ、ね、あるあるある僕のねまあ改めてねそういうブラックとか rx をたまに見ると、まあ、自分がやったのかなかと思うぐらいの時もありますよやっぱり、うんうん、だって2年間やったってことはだいたい撮影入れたら2年半ぐらいあるわけじゃないですか撮影期間も入れてねね 2>、うん、で2年 2年半さ僕と二郎さんがさ現場で会わなかったことって多分一回もないじゃない必ずいつもいたじゃない2人で出番があるね僕は出番あっても岡本さん現場入ってくれたりブラックの出番がなくても吹き替えがあったりとかしてでうんだから僕はよく取材でも岡本さんは兄貴的な存在でもうきのようにってねでほらいろいろ話したじゃないですか。 うんうん、そのブラックというキャラとかそういうこう南光太郎のキャラでこういうふうにこういうかっこよさでやろうよとかで次郎さんも結構僕にアクション教えてくれたりでも倉田君は多分俺のアクションを見て、うん、少しこうイメージ作ってるわけでしょ少しは。いやイメージというかの、うん、そのすごい次郎さんのアクションがかっこいいから<ー>やっぱりその南光太郎でアクションする時もその アクションというその見せ方、うん、その見せ方をかっこよくしたいなっていうのでいつもやっぱり岡本さん見てて勉強してましまたよそうだよねいつも見てたからね、うん、だから現場で僕はもう岡本さんの一ファンだったから <laughs> 本当に、うん、だからいつも見てましただから次郎さんも僕をいつも見てたでしょ見てた動きをね,ねやっぱり、ね、本当によく見てたんですよだからアクションもさなんかこうお芝居もさものまね的なところってあるじゃないですか そのの真似して相手ねいいところを真似して <うん S 2> その真似するっていうとこから僕は始めたから <うん S 2> だから岡本さんのアクションを真似してそのつながるのつながりの吹き替えなんか岡本さんがせっかくかっこよくやってくれてんのにああもう絶対これ吹き替えだよって思われたくないから一生懸命こうやっちもそうだよねやっぱり倉田君がさ <うん S 2> あのなんだっけ あの知ってる方々にさ、これクロアくん動けるすごいねとかね、うん、言われるとあだままあだしたっていうかさ、うん、金田さんってさワンカットでさこうずっとさ南幸太郎でさ岡本さんがこうバーっときたアクションパンパンパンってやって、うん、パンってこっち隠れたのに俺がふって出てさそういう,そうの好きだったじゃない？まあワンカットでこう,そうワンカットでねまあ吹き替えに見せない、うん、まあ飛び降り で、着地と、ともに出てくるのは、も倉田君なんだけど、うん、その、まあ、つながりも。ね、うまいタイミングで、で、出ていくっていうか、まあ、倉田君がやってるように。だからね、当時ね、まあうん、ちょっとズルなんだけど。<に>取材で。次郎、うん、さんの吹き替えを、僕がやりました。まあ、まあ、いいね。でも、それを信じる。そう、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 本当信じますからね。まあ、まあ、こっちとしては、しめしめっていうことも <laughs>、うん。 言えるんじゃなないかな、うん、やっぱりでもう僕の髪型髪型を次郎さんが真似してくれてたんですよで僕はね途中でちょっとパーマかけた時があってそれは結構怒ったね <laughs> た <laughs> なんでパーマかけるのって <laughs> 俺パーマかけるとさなんか違うか <laughs> 頭になったような気がしてさ <laughs> 全く違うんんだも次郎 <laughs> さんちょっと怒ってたよあの時ね <laughs> どこでやってきたんだ。っていうか、教えてくれよって <laughs> ね。うん、言ってたよね。パーマがけるんだったら、前もってやらないとさ、<laughs> 同じにならないよとかさ。だ、本当ね、真面目な方なんですよ、えー。急にかけられないんだからさ。<laughs> そうだね。<laughs> <laughs> ごめん、全然そんなのもうあるし。<laughs> あれ、うん、って急に変わってきたんだもんだって。ね。<laughs> だけど、あのパーマちょっと不評だったんです。よ <laughs> だから、なんかさ、お互いさ、なんか。 最初はなんかかその年齢的も近かったし僕ももちろんその初めてのヒーローの主演で二郎さんも初めてそのキャラクターのヒーローの主演で主役で入ってお互いなんかさ最初はさなんかこう例えば僕は思ったのはねやっぱりブラックがすごいかっこよかったから僕はある意味 ブラックをちょっとライバル視したんですよ<ー>やっぱりその僕のキャラクター南光太郎がまず仮面ライダーブラックに負けたくないという<ー>結構ほらそのヒーローもんってさキャラクターに負けちゃう主役っているんですよキャラクターのが人気が出て、うんまあねまあ、子供はね変身後がそうそうそうね、うん、で多分ジローさんも多分どっかで、うん ミラミン光太郎に負けないブラックをやるやろうっていうのが多分あったかなと思う。どう,う今今ぶっちゃけ言うとあったでしょ。絶対。ミラミン光太郎とまあブラックは本当は同じなわけじゃん。うん同じよね。うん、でみまあそれ蔵倉田君と岡本次郎って言ったら、うん、まあ負けたくはないよね。いやいや本当に俺ねそれはね絶対ね現場でお互い感じてるわけですよ。うん、若若さゆえに。うん。だからそれがお互い切磋琢磨して。 いい作品になっったたと思ったの、うん、だから多分二郎さんと本当に打ち明けてなんかお互いを認めて打ち明けたって多分ブラックの中盤ぐららいからだよねすごいそこから変わったもん、まあ、二郎さんとあ<ー>。だから最初は本当に岡本さんは熱くて一生懸命でだから最初二郎さんアフレコも来てたじゃない。来てた。ね僕にさ「うん、クラちゃんこのタイミングで言って」って「俺このタイミングで言ってるから」ってあ「あそうなんだね」って感じでさ本当に一生懸命お互い作ってたじゃない。うんまあ 自分のやったお芝居とつな、まあ、がってくれればやっぱり嬉しいし、うん、だけどアフレコまで来るってすごいですよ、うん、普通は休みたいじゃないですかない時それが来,来てそのアフレコルームでこう見てねす全ての映像を見てたよだけど、ね、まあ金田さんもそうだけど俺初めての作品だから、うん、まあラッシュっていうかちょっと見,見てみろとか歩き、うん、のシーンとかもそうだし、うん、撮ったら撮ったでその。 まあ、ラッシュを見せててくれたりして自分のイメージを多分映像と自分がやったこう形っていうのを多分映像を見せることによってこういう姿で写ってるんだよっていうのをこうイメージさせたんだろうね多分カネさんは。うん、で、まあ、その「アフレコも見に行って、まあ、倉田くんの本だほら、うん、そ,そのセリフを入れることによってまた俺はほら倉田くんのイメージがこう入ってくるから、うんまあ、そういうこともいろいろ勉強になったし。うん で僕は本当にその撮影入ってブラックからその歩きっていうのをすごい指摘されて、えー、小林監督にも何回も NG 出されたりね。最初、うん、キャンプドレイクでほら歩き、うん、望遠で俺がほら歩いて、うん、途中で変わって歩いてくるのあったじゃん。ああの時はどうだった。あれブラックの第一話の最後じゃ。そう,そうそうそう。だからブラックの第一話って僕はもう本当に歩きを小林監督にすごい言われて。 そんなのはヒーローの歩き方じゃないって言われてね<ー>その秋月けに入るところをまあ何十回も NG されたわけですよ<ー>で本当にそのヒーローっていうのは立ち振る舞い立ってる姿とか歩いてる姿、うん、もうそれは絶対にもう岡本さんに教えてもらうしかないと思ったのだから次郎さんが最後ブラックでパって歩いてかっこよく歩いてくる時にオーバーラップして自分になるのがすっごい嫌だったの最初。<laughs> 俺はねたまたまだけどこう、まあ、ジャックに入る前に陸上競技をやってたわけで、ねうん、その時に走り方を自分のホームをこう先生が取ってくれてるわけよ、うん、そうするとね自分の走りがねちょっとこういろいろあ<ー>、うん、で俺基本的にはちょっとガリ股なわけよでブラックの時はちょっと意識してたのつま先をちょっといつもはこうやってこう、うん、歩いて,てるのをちょっとこうまあ意識したり、うんうん、まあいろいろひ膝の入り方とかさ、うん うん、まあいろいろまあその前にキャラクターをやっぱり好楽園とかでもやってたから少しはこう自分の映像が分かったんだろうね、うん、だからほら倉田君はまあ多分自分の映像が浮かんでこないわけじゃん歩く姿がイメージがでもかっこよかったけどねあのシーン。俺はかっっこいいなと思ったけど、うん どうですかやっぱり今ね次郎さんそのブラックアレックスやってからもちろん今その30年近くスーツアクターというこうお仕事しててやっぱりブラックアレックスはこう過酷だったなとかってあの頃はもうやることが初めてだから飛び降りだったり、うんまあ、まあ水落ち、うん、冬場のね川に入ってアクションやって震えながらやってさ。 すべてのことが初めてだから。うん、もう本当真冬だろうと、なんだろうと、どんどん入れられたもんね。本当,だよ本当だよね。あの寒い日にさ、うん、海とかさ。<laughs> 本当だよね。まあ、ちょっと暑い時に、うん、だから、多分、僕ら、<laughs> あの人間扱いされてないっていうところがあったじゃないですか。<laughs> でも、今思えばね。ああ。まあ、やっただよ、だからっっ。うん本当ね、楽しみだもんね。いや、多分、その次郎さんのやったっていうのが、すごい僕はわかる。うん 多分見てる方も分かってくれると思うんですけど本当やったってかやったよってねやんなかやんなくちゃいけなかったしねもう NO っていうのがありえないからねできませんってなかったもんねないねいいからやれだもんねすいません申し訳ないけどできませんってないよね休みって休みあんまなかったもんねしかもね時間もほら夜中もう2時や3時は当たり前だったね 次ので僕らもう家帰れないでよくスタッフルーム泊まってたもんね,もね。あっという間に過ぎたんっていう感覚もあるけどやってるときはねうん、うん、まだやるんだまだやるんだっていう感覚もあったけどててが無茶に聞こえるんだよね <laughs> 俺としては <laughs> やっぱまあ、まあ、2 0ル近いとこから飛び降りりもう初めてだし、うん、アクションについてもだし、まあ、お芝居にしてもポージングにしてもいろいろこう。 まあ、倉田君の吹き替えの時も壁破ぶって落ちたり本当にやることが全てこう俺にとっては初めてだからでもその無茶って分かってるのをクリアしていくのもすごく逆にこう、うん、まあできた時のねうれ、ん、しさがまたあるからそれで絵,絵を見るのも楽しみだしだ多分できちゃったから <laughs> もう金田さんもああ二郎何言ってもできんなってななもうあそこで思っちゃったんですよ。 僕はね逆にそんなに金田さんに「えっ!」っていうそこまでなことは要求はされなかったんですよやっぱりこの子途中で壊れたら大変だなっていうのがまだあったからだけど二郎さんは絶対俺これ本当やんのと思ってそれはもう見ててうわ二郎さん大変だなっていうのは 20m 上なんかで行って下エアマットあったってこんなちっちゃいでしょ。 今考えれば大きい事故なかったですよね。うん だけど、まあ、僕はそのナパームの爆弾の中で南光太郎がバーン走ってきて、うん、あの髪の毛にあのメイクの荒川君がよく来て髪の毛シュッシュッシュッって水ぬらして「な、うんで水ぬらしてんの?」って言ったら「うん燃えるから」って言って「<laughs> 嘘だろ」っつって「<laughs> え金田さんここ僕走るんですか?」って、うん、大丈夫大丈夫」っつってもうバーン走ってパンパンパンって走ってくる、うん、そしたらここ燃えてくからね。 まあそこら辺は今考えると無茶っちゃ無茶だけどなんか当時はこれ僕らの普通だよっていう感じだったね。そう,だろうね、うん、どうですかいや倉田君はほら変わらないっていう感覚ねやっぱりかっこよく、うん、こうあっそれこそ歩きでね、うん、歩いい感じで、はい、変わらないですもんねその雰囲気をこう持ってるもんねまだね。 なあ,あ。うん、まあね。だけど、まあ、雰囲気は多分変わんないけど、ちょっといろんな部分がちょっとね、少し俺はあの。もう、それはね、あの、やっぱり、それも、だから、ほら、昔はさ、あれだったけども、今は。倉田哲夫と岡本次郎なんですよ。だから、それでいいと思うんですよ。うん、ね、昔はさ、そういうんじゃなかったじゃな、ね、い。うん、だけど、二十七年だって、今は、まあ、僕と岡本さんなんで、それはもうファンは温かく。ね。 お互いいろんなとこ変わってますけどそれは温かく見守ってくれてると思ってますしただ <laughs> ま,、ねまあ、まあ時が経ってるから、うん、それなりにまたそれなりに見えれば、うん、そうそうま<た>だけど僕はもう本当になんだろう大げさじゃなくもう涙が出るほど、うん、そのこう熱くなりましたよ。でまた今回もその ね、RX で二郎さんが僕がパッてねその変身した後に二郎さんが袖で待機してるっていうのもまたこれも当時のさ <laughs> ねなんかこう再現みたいですごい嬉しかったし熱いしで二郎さんが RX になってパーンって来てで僕はもう RX 特にもちろん RX だけをアクションずっと見させてもらったけどもう当時と全く変わらないでアレで RX もう大活躍してたじゃないですか。 やっっぱりすげーなって<ー>だって当時お互いね僕は19で岡本さんが2223、うん、22 22でしょ、うん、だから動けて当然だけど、うん、今ましてアクションの世界で大変じゃないですか、うん、大変だろうねそれがすげえと思ってさすがだなと思いましたよ本当に久しぶりにちょっとこうねえ <laughs> だって俺ももう立ちアクションやったら1週間筋肉痛 <laughs> ねちょっとね、うん、ちょっと来るんだよねやったもうちょっと鍛え直さなきゃいけない <laughs> いやいいんじゃないのもういいか今のまんまでいいと思いますよ、うん、じゃあ自然体で、うん、<laughs> はい、えー、皆さん、えー、どうでしたか、えー、まあ僕もですね次、えー、郎さんももう本当に初めてこういう対談という形でまあ 半分緊張しながらまたそれも新鮮で俺今でも緊張してる <laughs> <laughs> いや本当にあのえこうやってえ岡本さんとえお話しできる機会を与えていただいて僕もすごいこの幸せな時間を過ごさせてもらいましたえもちろん今でもですねえ僕の中ではえ岡本二郎はですねえナンバーワンのスーツアクターだと思ってますし。 これからもですね日本の特撮を引っっっ張てていいもらたなとまだだままま思ってすた機会があったらこうやって岡本さんとですねファンが喜んでいただけるようないろんなお話をこれからもできたらいいなとも思いますしこの短い時間でしたがどうでしょう皆さん楽しんでいただけましたか たくさんお話できて今日は本当に貴重な時間を与えてもらいましたありがとうございましたじゃあジュロさんどうですかいや急に振られても困るけどさまあフルーレイになったこのブラックとかアレックスの作品についてですとかまあ自分の思い出もいっぱいあるけどそのなんだろうこういう形でまたいろんな人が多分見てくれるかもしれないあの二重 数年前のをこういう形にまたなって忘れてたことを今思い出して多分自分でも今度そのブルーレイっていうか出た時に見た時に自分自身も楽しみなんでえ皆さんもえ楽しんで見てもらえればこれしく思います。いい頑頑張張ります頑張ってください、はいは